今日本に必要なのは子どもたちです。そして潤沢な教育環境です。投資リテラシー向上は急務。子どもたちをほっぽり出して形になっていた時代は終わりました。誰もやらないなら俺がやる。俺がやらなければこの国はおしまいです。そんな投資教育番組株ギルド、平均視聴回数は350回です。はい、こんばんは。こんばんは。何くんですか？中学3年生で、ちょっと名前は公表できないですけど。あ、名前はね。はい。そろそろ。それがルールですからね。そうですね。はい。中3？はい、そうですね。ということは、3学期手前かな？そうですね。お休み中。はい。うん。学校はどうですか？やる予定ですか？オンライン授業になることもなく、そのまま継続という形で。あ、継続なんだ。はい。ああ、よかったですね。ほとんどの学校、もうね、お休みになっちゃいますからね。そうですね。スクール関係はどうですか？アフタースクール関係は。あ、そうですね。うん、あ、私、プログラミングスクールに通ってるんですけど。うん、なるほど。そちらのオンラインという形になってしまいました。あ、そう、オンラインだ。そうですね。英語とかなんかそういう語学系はやってるんですか？あ、そうですね。あ、塾にも通ってるんですけども、そっちは、うん、まあ、オンラインでもオフラインでも、どっちも選択可能という形になってます。なるほどね。多いですね。緊急事態で株はどうなんですか？株はもうずっと上がってますよ。日本株なんて30年ぶりの2万8000超えですからね。そうですね。うん。世界株もどうですか？世界株も上がってますね。そう、おっしゃる通り上がってますね。じゃあ一つ質問しましょうか。はい。世界株が上がったことで、長者番付が入れ替わりました。誰が1位になったでしょう？ズバリイーロン・マスクさんじゃないですか？正解。続けますよ、はい、2位は誰でしょう？ジェフ・ベゾスさんじゃないですか？正解。3位はビル・ゲイツじゃないですか？ビル・ゲイツ、はい。ビル・ゲイツは何の会社でしたっけ？マイクロソフトですね、はい、正解。ジェフ・ベゾスはアマゾンですね、はい、もう当たり前の世界になってきましたね。ちなみにですよ、ジェフ・ベゾス、はい、まあ2位になった原因の一つに、はい、ある事件があります。ある事件なんでしょう？一昨年の事件ですね。そうです、うん、奥さんと離婚したとかじゃないですかね。わかるんだね、子供ながら。そうですね。離婚して、すなわち、まあ、慰謝料を持っていかれたの。がっぽり彼だ。そうですね。がっぽり彼。あれがあれば、未だに1位だったでしょ。そうですね。イーロン・マスクが、長者番付の1位に躍り出たのには、何が考えられますか？やっぱり、うん、テスラの成長じゃないですかね。テスラの成長。その、何なんですか？囁き声で喋るの。しっかり声張っていいですよ。あ、そうですか。いや、そうだよ。で、マイクもその、近づけたり遠ざけたりすると、ボリュームおかしくなっちゃうんで、ちょっと一定のところで。そうですね。喋ってください。ありがとうございます。そう、テスラがね、上がりました。はい。はい。テスラといえば、だから株価の予測したって。そうですね。そちらの方大幅に外れました。外れた。上がる方にベットしてたのかな？そうですね。うん。結果的には下落したという形なんですけども。うん。なるほど。はい、なぜ下落しました？やっぱりアップルの電気自動車産業の感じのような噂が立った。ああ、まあそれもそうですね。はい。それもあり、あと SP500 に、組み入れされるというネタがあって。そうですね。まあその初日に暴落したっていうのもある。まあ、いわゆる鉄くしの売りというやつですよ。うん、そうですね。今日高すぎんじゃないのなんていう勢力も結構いるんですよね。なかなか難しいですね、株価予測も。そうですね、うん、だいぶ話し込みましたけど、今回は私の、うん、サウジアラムコという企業について調査してきたんですけども。サウジアラムコ、あれご存知ないですか？いや、わかりますけど。あ、知ってたんですね。なかなか攻め込みますね。はい、まずは聞いてみましょう。じゃあレポートからですかね。お願いします。はい、それでは聞いてください。サウジアラムコ。長い夜も今回はサウジアラムコという企業について調査してきた。まずはサウジアラムコとは、サウジアラビアの国営の石油会社であり、埋蔵量や輸出量は世界最大の量を誇っています。そんな背景には1933年に国王から石油の権利を獲得したことから始まり、1988年に完全国営化され現在の状態に至りました。個人的なイメージとしてはですね、原油は株価に対する価格の変動に大きく影響しているっていうイメージがあって、またサウジアラムコはそんな原油の中心地なのでとても興味がありました。それでは今からそんなサウジアラムコについて紹介していきたいと思います。次のページをご覧ください。まずは少し会社の歴史について触れていきたいと思います。サウジアラムコは1933年に発足して事業がスタートしました。1940年に大きな進化を遂げたんですけど、まあ、記録的な石油の生産量に達しました。このあたりからサウジアラビアは石油の有数の生産国として知られるようになってきたんですけども、1962年から累積原油生産量が50億バレルになったんですけども、1バレルが何リットルか知ってますか？1バレル、いきなり質問。はい、1バレル何リットル？正解ますよ。159リットルなんですよ。ですからこの50億バレルってのはすごい数字だけど、
分かりますね。その翌年から、石油を生産して輸出する形から総合石油企業に切り替えていきました。そんな、サウジアラミコの時代の流れに応じて商業モデルを変えていっていて、まあ、2000年代に入ってから原油から生産した化学品などを生産していって、石油とかガスの従来の用途を超えてより環境に優しく効率的な石油の生産と消費を可能にする、技術ソリューションの投資を行っていったことでも有名なんです。そして、今日のサウジアラミコが出来上がっていくわけですね。次のページをご覧ください。で、ここで売上について、今回は、サウジアラミコの、第3四半期に注目していきました。結果的には、12期は 44.6% 減という形になっていました。この理由はやはり、まあ、新型コロナウイルスの影響を大きく受けていて、原油価格の下落であったり、販売が減少していったことが、原因だと思います。しかしながらその、純利益の額もアナリストの、予想とほとんど、等しい値ということで、まあ、予想外の打撃を食らったという状況ではないことが見て取れます。加えてその前の第2四半期では純利益 76% 減という値だったので、アナリストの予想を大幅に下回る結果だったんですね。こちらはで経済自体を回復傾向にあるってことが少しわかるのかなと思いました。石油を扱う会社ということで社会の流れや影響であったりをもろに受ける会社なので、コロナ禍で確実にダメージを受けたことは確かなんですけれども、影響を受けやすいという人々からの普段の需要の大きさは紙一重であるのは第3四半期から上昇傾向にあることからも読み取ることができるなと思いました。次のページをご覧ください。会社の未来について、現在のエネルギーの中心はまだ石油になっていますよね。しかしこれからの社会では、SDGs とも言われていますけれども、持続可能な社会が、目指されているので、電気がエネルギーの中心になる日も遠くはないと思います。しかしそれでも石油のエネルギーの力にはまだ勝てていないので、しばらくの間は石油の覇権を握ることでしょう。しかし、必ずエネルギーの変わり目が到来するはずなので、その時にサウジアラムコは、石油をどのような形で活用していくかということにもありますけれども、ずっとただの石油会社であったら衰退していくのは、免れないと思いました。しかし2000年代初めの方にすで、に環境に優しい石油の使い方について考えているような、企業の姿勢も見られることからも、環境に対する意識が低いわけではないということが見られます。何らかの形で石油の活用法を見出すことができるのではないかなと思います。そして最後にですね、ここまで、サウジアラムコについて調べてきたわけですけれども、割と予想通りの実績の推移だなと感じました。しかし感心したことが一つあって、サウジアラムコはサウジアラビアの学生向けの高校教育プログラムを数多く提供していて、若い子どもたちへの学問への投資もたくさんしているということに感心しました。すでにこのプログラムでは数万人が課程を修了しているそうで、そんな一面からもこれからの持続可能なエネルギー社会で柔軟に対応していくことができるのじゃないかなと思いました。環境のことも考えていかないと儲けることも難しくなってしまった現代で、これからのサウジアラムコが楽しみです。ご苦労様です。はい。投資に力を入れてるっていう部分では、この株ギルトと一緒ですね。そうですね。教育は未来の宝たちに必須なものです。その質が担保されていないと、国が繁栄することは難しいと思うんですね。そうですね。今、十分な教育を受けれると思ってますか？そうですね。私自身は割と十分な教育を受けさせていただいてるなとは思っていますけども、ね、全世界的に見たら、受けられていない人がいるのも事実で、そういった局面もあるなと感じています。なるほどですね。はい、今回の、ね、レポーターさんかなり真面目な方ですね。そうですね、今までの方もなかなかやり手ですけどね、結構ね破天荒な方が多かったですから。そうですね、では質問したいと思います。はい、最後の方に未来という話がありました、はい、果たしてサウジアラムコは石油を失ったら終わってしまう会社なのか、どう思う？そうですね、石油が中心の企業ですし、そうだと思いますね。実はもうそうでもないんですね。そうなんですか、はい、石油をうまく使って今話題の脱炭素というキーワードにかなり貢献する企業になっているんですね、はい、しかもそれが日本の企業と連携取ってるっていうのがあるんです。なるほど。サウジから脱炭素燃料、アラムコや三菱商事など実証実験で、こういうニュースが実際にね日経新聞の方で出てるんです、ね、なるほど。はい、概略言うと、二酸化炭素を出さない脱炭素燃料をサウジで生産し日本に運ぶ実証事業に着手したと。なるほど。天然ガスからアンモニア作って発電設備の燃料として使う。で、温暖化ガスを出さずに石油や石炭などの燃料を活用する突破口になる可能性がある。なるほど。だからもう手を打ってるんですね。なるほど。はい、おそらくなんですけど、もし石油を失ってダメになっちゃう会社であれば、はい、今の株価は保ってられないと思うんですね。なるほど。レポートで書いてきてくれたように、業績は確かに落ちてます。はい、利益率は落ちてる。だから、会社としては株は売られました。
時価総額ランキングの話すると、直近でアップルに抜かれました。はい。はい。それまではね、ずっと1位だったんですね。例えば2020年で言うと、6月ぐらいまでずっと1位だったんです。なるほど。そこで逆転です。で、それは石油の売上減というところで売られたことと、あとはアップルがどうなった。去年のこと思い出してください。6月付近。去年の6月付近。うん。去年の6月。コロナで巣ごもり需要が生まれましたよね。家に人がいるようになった、外に出なくなったじゃないですか。はい、思い出してください。なるほど。うん。で、アップルのデバイスは買われましたよね。そうですね。業績うなぎ登りです。さっきの長者番付2位のアマゾン。これも同じですね。これもどうなりました？これもそうですね。ステイホームで、みんなが家から注文するようになって、業績伸びたんじゃないですか、うん。そうそうそう。アリババとかもそうでしたね。そうですね。はい。それで逆転したんでしょうね。はい。ただ、これから先はちょっとわかんないなと思ってまして。なるほど。はい。アップルは確かにすごい成長見せました、はい、でサウジアラムコも一見足元で言うと売り上げまずいなっていう感じなんですけど、ここから先は盛り返してくる可能性あるかなと。なるほど、うん、でちなみにこの会社上場時点では世界最大の会社になりました。まあそうですね、上場時点の規模感としてですね。それまでの記録を持っていた会社はどこでしょう。いい質問ですね、うん、上場時瞬発力的に世界最大の会社になった。本当にいい質問ですね、うん、これはもう多分馴染みのある会社かなと思いますし、今日ここまでの時間で名前も出ました。じゃあ答えから、まずばり最初に申し上げたいと思います、うん、やっぱりアップルじゃないですか。ブブあ、マイクロソフトじゃないですか。ブブグーグルじゃないですか。ノー、米国じゃないんですよ。これでわかんないですか。アリババじゃないですか。正解。それまでの記録はアリババでした。2014年か、うん、のアリババがでかかったんですけど、すごいですね、サウジが抜いたということです。じゃあどんどん質問してもいいですか。いや、どんどん来てください。そんな石油キングのサウジアラムコですけども、はい、油田の大きさ、これ調べましたか。そうですね、かなり広いです。これ、まあ、かなり広いですねかなり広いんですよね。びっくりしました、私自身。まあ、原油の埋蔵量で言うと、エクソンモービルの十何倍みたいな感じ。1バレル、いくらでございますか。またその1回買ったところでもう1回押してくれと。1バレル。なんで150リットルでしたっけ ?159 リットルです。うん。天然ガスも相当出るんですよね。ちなみに、原油の輸出先、どこに原油をたくさん出してるでしょう。これはもうシンプルな話で、うん、アジア圏が一番多いじゃないですか。おー、正解。今当て勘ですか。そんなことない。怪しい。半分以上アジアです。はい。でもまあそうですよね。まあ中国が入ってくる時点で、そうですね。まあまあな量になりますしね。うん、工場がね、そうですね。たくさんあるんでね。そうそうそう。世界の工場、ね、中国ですから。コロナでね、生産力落ちて困った会社がいっぱいありますよね。そうですね。うん。で、そんないろいろ調べた結果、サウジアラムコ、あなたなんか買いですか売りですか。そうですね、うん。現時点でお話をさせていただくと、うん、はい、見送りですかね。売りですかね。あ、売りますか。おー。なるほど。その心は。やっぱり確かに長い目で見たら、うん、うん、環境に優しい取り組みであったりとか、あると思うんですけども、うん、この短い期間で言うと、しばらく変わらないと思うんです、その石油の、やっぱり形というか。なんで、そんな大きな変化は見られないのかなというふうに思います。なるほど。短い期間では。しかしながら、まあその意見も大事。はい。大事ですが、はい、さっきの大統領選、はい、まあバイデンで決定しましたけども、そうですね。バイデン氏は選挙の討論会で、石油はなくすと言ってました。はい。まあこれはね、オーバートークだった可能性もなくはないんですが、そうですね、まあ、本当にやりそうな雰囲気です、彼。どうやってやるんでしょうね。違う資源取り行くんでしょうね。車も走りまくってますけど。これがどん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 電池になっていくという期待から、まあテスラ上がっていったし、あとはアップルの新しい車のネタも株価押し上げたというのが一つありますよね。そうですね。うん。で、日本でも同じ動きになってるんですよ。脱炭素っていうワードが本当ね、ニュース見てると出てくると思うんです。なるほど。新聞とか見てたらね。うん。でもやっぱ電気自動車って少し割高なイメージがあるじゃないですか。うん。まあ、そういうとこも克服していかなきゃなのかなと思いますよね。そうだね。確かに。そうすると、そこに新しい産業が出来上がって、今までは考えられなかった会社が、どん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 、ね、出てきて、株価を上がっていくっていう可能性ありますね。ほるね。うん。ほるね。うん。なんか食べてるんですか？食べてないです。食べてないですか？うん。結構、今日真面目な回なんでね。真面目にしてんの？いや、失礼しました。
将来的には何になりたいんですか？そうですね、うん、社会貢献ですかね。嘘くさい。ちょっと話しとれても言いますけども、はい、最初からね、社会貢献目指していく人って難しいですよ。自分がまずパワーを持って初めて社会貢献を考えないと、テンプレートですね、すいません、そんなにね、簡単なもんじゃないですよ。口で言うほど簡単じゃねえと。そうそう。で、多分ね、そんなに見たところバカじゃないですから、今狙っていましたね。そうですね。いや、若者が言いがちな言葉ですからね。まあそうですね、否定はしませんけど、だけど内容はしっかり聞いてみたいですよね。そうですね、社会貢献するにはそれなりの影響力を自分が持たなきゃいけないし、なでそれなりのやっぱりお金も動かさなきゃいけない。そうですね、うん。謙虚なんだ。もうそうですね、謙虚な姿勢も見せちゃう。なるほどね、はい、うん、まあ謙虚な姿勢も大事なんですけどね、若い頃は多少とんがってた方がいいですよ、はい、うん、僕はよく話すんですけどね、若い時ってもうウニみたいな形、もう尖りまくってる、はい、うん、でこれを若い時にいかにでかいウニにしとくか。でかいウニででかいトゲいっぱい出しとく。で、社会出る前にいろんな壁にぶち当たって少しずつ、ね、トゲ折られていくんですよ。なるほど。折られてって折られてってやがて丸になるんですけど、その丸の大きさ、これがその人間のパワー。今僕ブドウみたいな感じですね。そう、ブドウだとブドウで周りにちょっと毛が生えてるみたいな感じだと毛がなくなってこれになっちゃう。これじゃ何もできない。ブドウですね、うん、これじゃ社会貢献ができないですよ。そうですね、うん、納税もできなければ、はい、誰か助けに行くこともできない、寄付もできないね、はい、じゃあみかんを目指します。ちっちゃいよ、それでもちっちゃいよ。せめてメロンにせんか。そうですね。あれ、スイカ目指しょ。変わらんわ。はい。わかりました。はい。中学3年生ということで、はい、まあ今年、高校生になるわけですよね。そうですね、うん。高校になってやってみたいことは何ですか？そうですね。うん、高校になって、やってみたいことですね、うん。やっぱり社会貢献じゃないですかね。懲りねえな。思考停止してそれだけ言う人間は本当に私は嫌いだ。結局何者にもなれずに終わるんですよ。じゃあガチな話しますね。いやいや、ガチな話よろしく。いや、高校大学ってなるじゃないですか、はい、大学の時間を無駄にしないためにも、うん、社会に出てやりたいことってのを明確に固めていきたいなって思いますね、うん、自分の得意不得意なところを見極めて、うん、そこからやりたいことを見出して、うん、でそんな高校生活を送りたいですね、うんうん、まあまあ正直かもしれないね、はい、今の段階でやりたいことやるべきことがはっきりしてる子もいるとは思うんだけど、多くの ね、多くの若者がそれを手探りで探しながら進んでいくっていう、これが現状ですよね、はい、私が一つだけアドバイスするとしたら、はい、とにかく行動行動行動なんです。そうですね、 Just do it ですね、うん、 Just do it、行動して失敗して行動して失敗して、若いうちにできる失敗っていうのはいくらでも回復できる失敗なんですよ。年を重ねると失敗できなくなる。そうですね、はい、私今42ですけども、はい、大きな失敗はできなくなる、許されないと。そう、それはもうやっぱり関わる人間がたくさん出てきてる、はい、ね、自分にも家族はいるし、まあ、いるんですか、社員もいるで言います、います、ね、妻と子供が3人いますけども、はい、ね、社員もいる。で、社員の先にはまたそこの子供たちがいるね。で、お客さんもいる。で、自分の舵取り一つで、それが成長していくか、ね、失敗して崖から落ちちゃうか、ね、決まるんで、失敗できなくなるんですよ。なるほど。で、今は、いくらでもできるんで、do して失敗、do して失敗。なるほど。はい、それを繰り返して、本当にやりたいことを見つけていく。全然いいと思います。いや、深いですね。はい。ただ一つだけ、この投資教育の部分、今日、一緒に話したこと、うん、で、ここで感じた空気感とかを忘れずに、はい、継続してほしいなと。そうですね。はい。株ギルドのために調べてきて終わりじゃなくて、日頃からね、気になった会社、自分で徹底的に調べて、決算書とか開示されてて見れますから。ちょうどタイムリーな話題なんですけど、個人的にですね、決算書の読み方の方、最近購入しまして。あ、本読んでるの？はい。読ませていただいてます。あ、そうなんだ。はい。それはびっくりだね。そうですか、驚きました。いや、俺の時はもうジャンプしか読んでなかったね。なんとも、なんとも。まあ、その差だよね。もう若い時は一番やるべきはやっぱり学ぶことなんで、はい、いっぱい誘惑もあると思います。面白いことたくさんありますけども、はい、安心してください。年取ってからの方が楽しんで、時はね、安心してください。年取ってからの方が楽しんで、時はね、今もう死ぬほど勉強してください。理解してます。分かってると。はい、人生2周目なんで。人生2周目あ、2周です。なんだよそれ。前世の記憶しっかり残ってます。記憶残ってるの。はい、しっかり残ってます。それす、それグッときたな。サウジアラムコ来たな。アラムコ来たよ。アラムコ来てました。アラムコ来たよ。よかった。いや、いい時間でした。この株ギルドね、今後もいろんなゲスト招いてやっていくんで、ぜひ時間見つけてね、私も貴重な時間を割いてまた来ます。上からだな。
下から行けよ、下から。そうそう、見下ろすよりも見上げたいって気持ちできなさいよ。2週目の貫禄出ちゃいました。いや、2週目、もう本当に2週目なら俺より全然先輩だからね。そうですね。最後に質問なんですけど、はい、なんで私たちハンドマイクなんですか？そうですね。これな、ブン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 、何これ何これ。じゃあそんなわけでまたお会いしましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。オリオンチャンネル、ブン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